常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてねチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。今日のゲストは郵便学者の内藤陽介先生です。どうこんにちは。内藤先生、お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。いやー、もうなんかね、早いですね、1年経つのね。早いです ね。内藤先生のお誕生日が1月22日だったって知らなかったんですけど。あ、そうですか。すみません。いやいや、いいんですよ。すみません。あの、隠してるわけでもないんですけど、この年になるとそんなに言っても、いやいや、内藤先生、おいくつになられたんですか、これで。55でございます。55歳になって、もう油乗り切ってますね、もうね。まあ、定年ですね。近代マグロのように油が乗ってきましたね。この辺に。やばいですね。いや、はい、ね、55歳になって、まあ、あの、大活躍ですけども、なんと、内藤先生、はい、新たなプロジェクトを始められているということで、そうですね、55歳にして初挑戦、はい、まあ、定年後の仕事って言われて、定年後ですよ。もう定年ですか。いや、だって僕らが子供の頃は55歳、はい、あ、そうか、そうですね、確かに。で、うちの親父なんか、はい、僕大学生の時に、はい、もうあとしばらくしたら55になったらすぐ会社辞めるんだみたいなこと言ってました。あ、で当時は60定年に入れるかどうかっていう時代で、はい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 、でうちの親の会社の一部上場企業だったんですけど、はい、60定年にするメーカーだったんで、はい、それで55過ぎると退職金を取り潰して、あー、ありましたよ、昔ね。はいはいはい、それの時代だったんで、なるほど、いてもいいけど退職金から少し食っちゃうよみたいな、なるほど、みんなバカバカしてやめて、55でやめるんだということを、なるほど、うち親父言ってたんで、だから55歳、もう55歳定年、定年、精神的にはもうここにね、でそれでも気持ちの上では55歳区切りと、第2の人生、第2の人生ということで、そして新プロジェクト、そうです。で、はい、一応こちらのジョネンさんのニュースの虎川で、はい、時々、まあ、ゲスト的にお世話になって、はい、内藤総研をちょっと独立させようと、おということで、内藤総研ついに独立ということで、独立総研じゃないですよ、独立総研金粉じゃないですか。内藤総研ですよ。今したらした。焦ってしたらした。内藤総研ですからね。はい、ピーですか、今。失礼しました。今のじゃないですから。はい。なるほどね。ということは、あれですか、具体的にはどのような形で。そうですね。当然、まず、やっぱり頻度がないとダメだと思うんで、はい、一応、僕、ブログをずっと2005年からやってるんですけど、はい、あれをちょっと有料化して、なるほど、メルマガ化して配信してる。オンラインサロンですね、要はね。そうですね。はい、それで、一応、ただ、一応、毎日切手の画像だけは、はい、必ず上げておこうと、はい、でそれで画像だけ上げておいて、はい、細かい説明については、はい、オンラインサロンの方でこのメルマガ配信、掲示板の掲示板で午前中上げて、はい、で午後にはメルマガとして配信しますので、なるほど、掲示板チェックするのは面倒くさくても、はい、メールで届いちゃうよ、メールで届いて、なるほど、でそれで、まあ、メールなんで画像の方はちょっとクリックして、はい、見てくださいという形にしよう。なるほどね。やっぱりちょっと今までずっと最初もともとね、はい、ブログの方も文章の筋トレのつもりで始めたんですけど、そうですよ、すごいブログじゃないですか。いやいや、ただで見せていいんじゃねえ、いいのかみたいなね、まあ充実した内容だったんで、はい、でそれでちょっとまあやっぱりそれなりにコストもかかってくるようになってきたので、はい、で最初の10年くらいはね良かったんですけど、でだんだん新しいネタを発掘するのにコストがかかってくると確かにそれなりにちょっと取材費も必要になってくるとそう、いうことですね。持ちネタだけではちょっとしにくくなってきたんで、はい、ちょっとそういった意味で、はい、逆にある程度コストを賄える形でちょっと内藤総研の独立させていただいて、はい、であと月に1回とか2回とかって、まあ、はい、慣れてきてね、気が回ってくれ、はい、乗ってくれば、その頻度もどんどん上げていこうと思うんですが、はい、そこでまあ、こういう動画の配信だとか、月1動画あると、はい、なるほど、考えてます。で、なるほど、特に本なんかが出た時には割とちょっとじっくり説明したりとか、はい、そうですよね。あと結構本が出ると行商兼ねていろんなところでトークイベントをさせていただくんですけど、はい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 、これ主催者の方が動画上げていただける時はいいんですけど、はい、上げていただけないよくあるんですよ。私もよくね、サイン会とかで喋るときにそれ撮ってね、ヤイスイブニングラブ上げてましたから。そうだから、はい、それで結構お客さんなんかで在京の方はいいんですが、そうじゃないと見たいとか聞きたいとかって方が、ね、時々おられて、はい、でイベントなんかで話をした時に動画上げないのかっていうことをよくリクエストいただくもんですから、ね、そういう場面だったり、もう内藤先生の引き出しを全部こうね、ね、なかなか見れる機会ないですか。いつも引き出しちょっとしか開けないところでね、事故っちゃいますからね。引っかかって開かない。引き出し全部こう、ガーッとここにはこんな入ってるんですかみたいな感じでいけると。そうです。あとだから、どうしてもブログの方が、はい、切手とか郵便物のブログっていうふうに作ってますんで、はいはい、他の話題がちょっと限りなく。なるほど。お得意のお料理とかね。まあ、得意かどうかとそして中東情勢。料理なんかについては、はい、時々やっぱり作り方を教えてほしいとか、はい、そういうリクエストがあるんですけど、ね、ツイッターとか、はい、Facebook だとどうしても限度がありますんで、はい、まあ、それを動画にするのか、はい、文字にするのか、はい、その辺はまだちょっとこれからですけれども、ね、まあ、時々評判がいい、
料理なんかについては、はい、あの作り方とかってこんな感じで僕はやってます。なるほど。やる意味でやっぱりちょっと独立、自由な場が必要ですね。自由な場が、スペースが必要ですね。スペースがちょっと必要になったんで、はい、あの、はい、まあ、せっかくあのジョネさんのご縁で内藤総研という枠をいただいたんで、はい、それを、はい、なるほど、素晴らしい、なるほど。まあでもあれですよね、お金取ってやるからにはちゃんと取材費もかけて中身もちょっと、そうですね、かなり今までも無料ブログとは違うものが出てくると期待してよろしいんでしょうか。そのつもりでやらないと、素晴らしい。え、でもお高いんでしょ。まあだからこれがね、高いか安いか微妙なところで、でも一応月2000円で、月々2000円で、はい、あ、今なら月2000円でいいんですか。これじゃあ下 URL ですぐクリックしていただいて、オペレーター今5倍にしてお待ちしてますんで、内藤総研よろしくお願いします。はい、ということで今日の内容ね、面白かった人はぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にね、コメント欄に内藤先生のね、ぜひ温かいコメントプラスですね、概要欄のね、内藤総研ね、URL ぜひクリックしていただいて、よろしくお願いします。無料会員もあるんですよね、一応ね。そうです、一応その無料会員の方にも、はい、月にまあ1回か2回になると思うんですけども、はい、あの割とそのちょっとしたコンテンツはお出しできると。特にあの、まあ無料会員、有料会員の中の評判の良かったやつとか、あるいは、はい、あの緊急性が高い内容だとかっていうものについては、はい、なるほど、あのちょっと事務局10倍に薄めてお出ししますからね。事務局の方と、まあはい、ちょっと相談して、はい、まあ、ちょっとその即応性はないんですけれども、はい、ちょっとまあしばらく経ってから、なるほど、あの出すという形に。やっぱり有料の方が得かな。ぜひ皆さんクリックしてください。よろしくお願いします。ガオー